どうも、なみさん、お疲れ様です。まあ、いろいろとお忙しい中だと思いますけども、メッセージの方、ありがとうございます。そうですね、なんか気温は下がってきたみたいではあるんですけども、まあ、私があんまりそういうの感じないんですよね。もう、寒さ、暑さの変化に強いと言いますか。少々のことではね、何とも思わないんで、 あの、やっぱり暑くなったね、寒くなったねって声をかけられても、心の中では、そうかなとか思うことが多いんですよね。まあ、そのあたり、なんか自分だけの感覚があるな、というところでございます。えー、また、あ、かさんのことはね、すごいですよ。やっぱり、毎日1時間ほどの、あの、スクリーン、ちょっと動画を、スライドショー動画を送ってくるんですけども、やっぱりね、下地を作るのに、台本を作るのにも、私の動画、まず、聞かないといけないですからね。 それに加えて作成時間があってそして録音時間があってってことですからそうですねこのやり取りのために2時間ぐらいかけてんじゃないかなと思うんですよ。いや果たしてそれでいいんだろうかというところはあるんですけども、うん、まあ私もねあのメッセージもらえればもうその10倍ぐらい <laughs> アウトプットするというところでまだまだね返しきれてないところはあるんですけどもでもあんまり、うん、たくさん出しても。 編集も大変だろうなと思いますんでね。ちょっとまあ手加減してる状態ではあるんですけども。うーんまあ確かにね、この撮影ってのはね、深夜が適してるんですけども、深夜は深夜でね、うんまあ、別に自分の時間にならないところもあるんで、そこは苦戦してるところありますね。うんなぜう、だって朝5時半ぐらいにはライブ放送私するんですけども、ま賞、あ、味2、3時間しか毎日できないんですよね。 うん、でこれでね、あのー、未来永劫の,の稼ぎを維持できるのかなっていうところはありますけどもまあでもそんなことをね相談する人もいませんしまあ一人でどこまでも苦しむだけかなというところでございます、ね、<laughs> まあ昼間は昼間でね、うん、なんかまあどうなんですかねまああのー、あれですよね、まあ、タカさんの ことをいろいろと考えながら確かにこうだよねっていう風に自分に振り返るところもあるんですけどもまあ苦しみなんてね他の人に分かってもらえるわけないしまあそういう風にこぼすものでもないですからねうんだから一人で苦しんで一人で悩んで一人でまあ消耗していけばいいんじゃないかなと思ってますねこれはあの一人で生きることを選んだ人には全てに当てはまることですけども うん、まあ都道を組んでるわけではないですからねそれこそ家族にも別に打ち上げることでもないと思いますんで、うん、まあそんなとこじゃないですか、うんまあ、なんかこう寂しいような気がしますけどもせいせいするところもあって、うん、だからあの40話ぐらいだったかなあの苦しみも悲しみも自分だけのものなんで誰にも渡さないというところですかね、うん、まあ出し惜しむわけですけども <laughs> まあそれからね、やっぱこれからの活動なんですけども、タカさんのその YouTube 活動が、まあどういうふうになっていくのかってことは、まあ分からないところはないわけではないんですよね。まあ変な言い方になりますけども、ちょっと厳しいところはかなり見えてきたかなと思いますけども、このやり取りの中でね、まあ先越ながら、いろいろと、 気づかせることができればなっていうところもあるしそれによって、まあ、私もどん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 自分のことをね同じようにこう掘り込んでいけるんですよね、まあ、対話っていうのは結局自分の内側をどのぐらい掘り下げていくかってことになりますんで、まあ、一貫して思うのがその時間の無駄コミュニティっていうものの存在ですよねまあ私はね他者が関わっている時間の無駄にはすごく敏感になるんですけども果たして 自分はそれにどのぐらい関わってるんだろうかと思っちゃうんですよね。人間関係はもう切れるだけ切って今ほとんどない状態なんですよね。なんていうのかな。あのまあ飲みに行くことなんてのは当然ないですし趣味をすることもないですしね。うん、なんかそう考えていくとなんか非常につまらない人間だったなというふうに自分自身思ってね。うん、なんかもうこれ 半分死んでるなというところはあるんですけども <laughs>、うん、まあだからこそ、うん、自分の道が見えてきたかなというふうにも思ったりね、うん、まあこの辺はなかなか人にお伝えすることでもないんですけども、うん、まあせいせいするところはやっぱり同時にあるかなってとことですね、まあ、人のことを思い出すこともないですしねまさにねこう 日々やりとりしていない人って存在しないのと同じになってくると思いますし、それは相手にとっても私がいないのと同じだと思いますしね。うんだんだん自分のコミュニティが限られてきてて、まあ、それで良かろうと思うところなわけなんですよ。まあ、いわゆるね、人の目を気にするって言葉があるじゃないですか。そもそも会う人が少なければ気にする人がものすごく少なくて済むんで楽ではありますよね。まあ、人付き合いが増えれば増えるほど、まあ、新しい 価値観に自分を振りり向けないといけななないいいとところもありますし、ねうん、なんかこれってね結構面倒なことでこうなんていうのかな、うん、まあなんだろうねまあ例えばなんですけども、まあ、最近この3年ぐらいで、まあ、ワクチンっていう問題が出てきたじゃないですかでワクチン会議論っていうのはねやっぱ根強くあるわけですよねそれから ワクチン推進派っていうのもいるわけなんですよ。で、どっちでもないんだけども、ワクチン打っちゃったって人もいるんですよね。まあ、その中で、自分の主張がものすごくしにくくなることっていうのはあるわけなんですよ。で、私はもう基本的にああいうわけのわかんない、その、成分のわからないもの、それとかわかっているところで有害なものしか出てこないものっていうのは、どうやっても体の中に入れない方がいいなと思うんですけども。で、あのワクチンによってのね、直接死っていうのが今2000人になってるんですよ、累計がね。 まあでもそれはなんか仮説でしょうとかね。そんなテレビはそんなこと言ってないよっていう意見に寄与されて、あのあんまりこう、うん、議論にもならないようなことがあるんですけども、私はどちらかというと、あじゃあやった方がいいよねって思った時にやればいいかなと思ってるんですよ。今のところそう思ってないんで、何も触ってない状態なんですけども、もしかしたらね、うん、例えば私の存在が、この小さなコミュニティ、家族っていう、 問題にも亀裂を入れるかもしれないですよね。もうというのが私以外はみんなワクチン打ってるからなんですよ。どっちかっていうと私すごくアウェイで、うん、まあそれについてね、もう熱々しく議論するつもりは全くないんで、死因としてるんですけども。けどこれがね、ワクチンパスポートがないと、何々ができませんよって言ったときに、私だけはだからポツンとしている状態とか、ああ、まあでも、大和君もね、ワクチン打ってないんでね。 まあ2人で入れるかなってところではあるんですけどもこう分断が起きてるわけですよねそうやってね多分、うん、もしかしたらあのー、以前みたいに家族旅行しようよっていう時には私は大和君とポツンといるのかなと <laughs> いうところもあって、うん、だからといってねなんか訳の分かんないね毒液を体に入れるつもりはないしというところもあって本当にひどい話だなと思うんですよね まあ、ワクチンだけじゃないんですけども、コミュニティを広げていくと、例えばね、私はあの野球のファンっていうのは別にないんですけども、それでもめることもあるんですよね。だ趣味を持つって結構なんかこう、その趣味を持たない人にとってみたら、うん、反駁するところが結構増えてくるなと思っちゃったりするわけなんですよね。うん。だから、結果、その、どんなに近しい存在でも、あの、入れないところがあるなと。 だそこを無理やり自分の思いにはめ込もうとしてもいけないですしね。あ、ここは違うんだぐらいのことを思っていればいいんですけども、まあ、人の本能として自分と違うものを排除したいという、こういったバイアスがかかりますんでね。うん、そこにどういうふうに理性を打ち込んでいくかってことを日々、サブリミナルのように演じているところかなっていうことでございますね。はい。じゃあ今日はね、そんな感じで、えー、3時10分になりましたんで、これから、 私も営業開始です2時間勝負ですいってらっしゃい